この試合は5分3ラウンドで行われます。こちらが大塚、対するは鎌谷。ラウンド今第1ラウンドのゴングを聞きました。紫のトランクスが大塚、対する白と赤のトランクスが鎌谷です。これはすごい勝負論あるいいカードですよね。これは楽しみです。前半戦に持ってくるのはもったいないいいカード。ただ青木選手、これともに両者厳しい状況ですから、これ落とした方が今年どうなるか、この先という。そうですね、まあこの2人がどこを目指すのかっていうのはまだ見えてないし、見えてこない部分はありますよね。どういうファイターを目指すのか、はい、どういうキャリアを目指すのかっていうのは難しいですよね。近い距離打撃を放っていったのは大塚。ちょっと今サミングバッティングですね。あの特にボクシングなんでお互い、はい、のでレスラーというかレスリングスタイルにやっぱ頭ぶつかりますよね。今タイムストップです。大塚が左の目を気にしておりますが再開中です。大塚も若いなんて言ってたらもう26で。そうなんですよね、27の学年なんですね。鎌谷君はこのステップ刻んで左ジャブついて右を当ててちょっとここのレスリングの攻防したくないですよね。そこはタックルに行った大塚。いかんせんね、狭いんでリングが、はい、組みやすいんですよね、このリングは。鎌谷は下から首を抱えます。サイドについた首が抜けた大塚、上島に行く。ノースサウスチョーク。さあ、決めに来ます。どうか。鎌谷君は寝技に対するちょっとアレルギーというか、こう自信のなさがちょっと。お結構入ってます。どうだ。厳しいか。結構嫌な顔しますよ。これ決まるんじゃ。おすげえこれ。さあ一気に大塚が決めちゃうのか。仕留めるか。大丈夫しますね。いけると思う。青木選手決められるということですか。技術があれば。さあ大塚隆文2013年の初戦。ちょっと目余裕な感じになりましたね。決める方もね疲れちゃうんでね、こう一回いかないかっていうのはやっぱこのさじ加減難しいんですよね。スタミナロスする可能性もありますし。鎌谷の表情が落ち着きを取り戻しています。次の展開ですね。立ち上がってくる、立ち上がってくる。もう一回倒したいですね。そうですね、この辺大塚選手とすごい得意だと思うんで、はい、立たしても倒す、立たしても倒すっていうのを繰り返すと結構疲れてくるんで。赤コーナーのコーナー際です。右を差している状況。差しましたね。大塚選手もここ強いっすよ。いや鎌谷はあのコーナー際寄ってこう休みたいというか、コーナー使って逃げたいんですけど、逃がしたいです。持ち上がってくるか、それを抑え込みます。今日のマウント、今日の大塚はアグレッシブですね。まあ大塚の場合はフィニッシュできないっていうのをやっぱずっと気にしてるファイターだと思うんで、そういうことを考えるとやっぱフィニッシュできたら彼の今後のキャリアのことを考えるとすごいこう上積みになりますよね。まあこの競技は一つの勝ちで大化けすることがあるので、そういうものにつながるのかなとも思いますけど、そのターニングポイントが今日になるのか。大塚そこまで考えてるかは分かんないですけどね、はい、本人が。鎌谷は下から体を密着させてきます。大塚がこの先にどういうゲームプランを組み立てているかですよね。そうですね、はい、ミスマッチな感じですかね。ミスマッチだったらもうちょっとアタックしたいですね。返していく。おー、返しました。鎌谷もかつては8連勝という絶好調の時期がありました。しかし前回は壮絶な TKO 負け。これが再起戦です。今度は上になった鎌谷、下になった大塚。こうなんかやっぱ日本の格闘技ってやっぱ一周特にディープの場合独特ですよね。
ルールもおっと蹴りがありました。ムーブメントがやっぱ局面で止まることが多いですよね、はい、うん、なんか日本らしいというか良くも悪くも変わってない感じがしますよね。いわゆる猪木あり状態ミックスポジションです。いいロースね。大きく蹴り込んでいく。残り時間10秒。残り時間10秒。見つけそうですね。さあ、見つけ。あ、カウンターで大塚選手も狙ってましたね。膝、左の膝があった。うん、大塚なんだ。一瞬嫌な顔をしましたが。第1ラウンド終了。ここで第1ラウンド終了です。逆に鎌谷はいいんじゃないですか。いい手応えを感じて、1回上を取り返せましたし、はい、いい手応えを感じたんじゃないですかね。チョイ選手、これ、まあ、しのがれた大塚、しのいだ鎌谷、はい、これ、今、第1ラウンドを終えて、どんな両者気持ちなんでしょうかね。そうですね、やっぱり鎌谷選手の方が、やっぱりちょっとグラウンドを持っていかれても返せたっていうので、結構、もうちょっとこう軽くっていうか硬くならずに思い切っていけるんじゃないかなと思いますね、はい、対する大塚いかがでしょう。そうそう、大塚選手はそうですね、グラウンドもちょっとキープに固執しちゃうとどうしてもこう返されやすくなったりとかやってひっくり返されたりするんで、ちょっとグラ倒してからの、まあ、グラウンドの展開でどうポイントを取って、まあ、一本につなげていく戦いができるかっていうところですね。ラウンド2、5分3ラウンドで行われます。その第2ラウンド、ディープバンタム級の一戦です。大塚隆文対鎌谷誠。さあ熊久保さん、はい、第1ラウンドの攻防があってこの第2ラウンド、まあ、変えてくるのか変えずに自分のスタイル貫くかですよね。一緒ですね、やっぱり右のハキック蹴り分けたいですよね。下と大塚です、ね、左の前蹴り左ジャブと何か反応させてくるんですね。大塚はパンチで前に出てきました。ああ鎌谷がすごい成長してる、うん、正直もうちょっとワンサイドになると思ってたんですよ。そうですか、うん、鎌谷がすごい、はい、一番どのあたりに成長を感じられますか。いや、ちゃんとテイクダウンディフェンスもできてますし、この試合に向けて蹴り分ける、左ジャブで作る、ステップを踏む、この基本的なことをちゃんとやってるんで、うん、素晴らしいと思う。ここを倒す、ここも抱え込んじった、うん、サイドにつきます大塚、うん、ここはテイクダウンに成功。先ほどはこの有利なポジションからノースサウスチョーク、あわや秒殺かというシーンを演出しました大塚。本当ですね、でもやっぱ打撃だけに断らない、偏らないですよね。そうですね、手札を混ぜてっていう、ああやって形決まらなくても、ああいう形に入るとやっぱ印象がやっぱいいんですよね、寝技の中でも。サイドを取っています大塚。もうこのブリッジは強そうですね、カメ選手のブリッジで立ち上がり、動画ここ来ますよ、ここで勝敗結構です出す。うわお、立った、立ってきた、動きますね。突き放したいですね、鎌谷です。ロープにはこれ、熊久保さん、鎌谷は突き放したいですが、そうです、ね、大塚はどうしたいですか、はい、やっぱこのもう一回行きたいですよね、テレタイム生まれました。まあ、当然大塚が今試合をコントロールしてるんですけど、はい、鎌谷が頑張ってですね、もっとやられると思うんですよ、ね、前回の北田戦の時も完全にこのスタンドの攻防で終始ペースは鎌谷ペースだったんですよね、はい、最後にね、坂本さん、うんうん、あれだけあれワンミスだっただけで、この辺の技術はすごいタックルの距離感、お、はい、うまいですね、テイクダウン、もう使ういいですね。なんか大塚はこう自分の試合がこうつまらないというかのすごい気にしてる調なんですけど、全く気にしなくていいと思うんですけど、全然いいと思いますよねテイクダウンもリバーの高い技術ですからね。みんなそこら辺がこうナイーブですよね、はい、こう悪いのは分かんないやつだぐらいのテンションになればいいんですけど ね、 そうですね、総合格闘技ですね。残り3人、あ、深く入りましたね、左手を抱えます大塚。それだとあんまり気が決まらない、振り回そうという構えなんですが、そうですね、また戻しますね。
大塚もここは戻します、こらえます。大塚はもうちょっとそこをもう割り切ってしっかりこってりあのミスなく試合を終えるような試合をしてほしいですね。あんま必要以上に試合を動かすこともないと思いますし、しっかり抑えてあの3ラウンド通じて判定をしっかりもらう試合をしてほしいと思います。上に行けば行くほどそうですよね。しのいでしのいでだから鎌谷選手も相当疲れるでしょうね、これ。攻めてる方も疲れますけどね、はい、やっぱ大塚はやっぱアベレージは高いですよね、すごいいいファイター。残り時間1分、残り時間1分、第2ラウンド残り1分を切りました。ここでブレイク、さあスタンドからリスタートです。でも構えの気持ちが折れてなくてまだ攻め続けれるのは本当に立派ですね。右のハイ、いいハイで右のハイを散らしておいて今度右のストレートにつなげたいですね、うん、特にもうテイクダウンのこの時間になっても倒されてもいいでしょうっていうのがあると思うんで、残り時間30秒オーバーハンドでパンチで前に出ていくのは大塚、視界距離そこを潰して組みに行ったのは構え、しかし大塚すぐに体勢入れ替えます。あそこでも主導権を握れちゃうのは強いです ね大塚選手、はい、まあ、やっぱ組がちゃんとしっかりしてる選手は強いですよね。残り時間10秒、残り時間10秒、残り10秒です。第2ラウンド離れ際パンチを一発大塚放ったんですが、ここで第2ラウンド終了です。今の間際のね、大塚選手のフックの連打はすごく印象だと思いますよね。そうですね、はい、さあここからはこの後第3ラウンドに突入していきます。庄司選手、はい、両者のスタミナどうでしょう。そうですね、両者とも、はい、結構まだ余裕あるんじゃないですか。やっぱしっかりスタミナ練習してきてるだと思うんですけど、はい、まだそんなにへばってるっていう感じないですね、はい、これどうですか。このラウンド大きなミスしなければ次のラウンドが、まあ、大塚の勝ちはね揺るがないですよね、はい、なので鎌谷は大きなアクションで勝負してほしいですよね。となるともう打撃、うん、ですね、はい、ただやっぱ一発そこで一発にこだわっちゃうとやっぱ簡単に組みつかれちゃうので、はい、そこをいかに落ち着いて冷静にいけるかが、まあ、3ラウンドのポイントになってくると思います。熊熊さん、そういう意味では、まあ、ある程度にこうリスクを、ね、犯すことも必要ですけど、バランスが非常に難しいですよ ね、はい、やっぱ小僧というところで、ね、出したいですね。ファイナルラウンド、大塚貴文対鎌谷誠、最終ラウンドを迎えています。第3ラウンド鎌谷がワンツー、大塚も一発に返してきました。今度左のハイを狙いたいですよね。ともに左足前もモーションが多いタイプの左の蹴りなんでなかなか入りづらいですよね。ボディフックもありました。右のアッパーから入ってきましたね。かなり勇気を振り絞ったんですね。どうだ、首を抱えたんですがここで再びテイクダウンか。やっちゃいましたね。で亀井選手結構ギロチンも結構得意なあの技 の一本勝ちもあるんですけど、はい、結構そのタックル来た時に際にやっちゃうと結構簡単に下になっちゃうっていうリスクがあるんですよね。ギロチンに頼りすぎちゃうとそれがちょっともったいない場面が何個かありますね、はい、ここも大塚が上になってサイドを取ります。熊久保さん、ちょっとね、今日はこういうシーンが多いですよね。そうですね、ありがとうございました。ね、首持たれてコントロールされるっていう感じですよね、はい、さあ、鎌谷ここ大事にしたい、立ち上がってきた。しかし、組んで青コーナーです。大塚が押し込んでいる状況、左の膝を一発蹴り上げていく鎌谷。ああ、ここでブレイクです。あ、青木さん、はい、これ鎌谷がね、せっかく、あ、今一発顎が上がってしまいましたね。打撃でいきたいの分かるんですけどもね、なかなか掴めないですよね。なかなか難しいでしょう。もう
有利なのは大塚になってますからね、はい、うん、あ、やっぱまた首変えちゃう、シングルからダブルレッグにして、うん、なんかやっぱりこう、うん、リングだとやっぱムーブメントが作りづらいですよね、外出ちゃうからやりづらそうだなと、こういうことですよね。さあここでステップオーバー、マウントまで超えたい、もしくはハーフまで行きたいですね、ここ頑張って。大塚の背中には汗が光っています。第3ラウンド目、持ち上げてスラムしたいですね。おー、いいですね、見たいですね、スラム豪快な、もう、うん、崩して倒していきました。あ、これで心が折れた構え、ちょっと疲れます、一気に傾いた今ので、ね、今の攻防ですね。これ今何が一番ポイントだったんですか、その要は、もしかしたらまだ50に近い64ぐらいの状態で、はい、あの構えが逃げれるか、大塚は寝かしたいって攻防で大塚がしっかり寝かせたので、もうここで試合は一気に傾いたと思います。気持ち的にもなんかちょっと諦めた表情がちょっと出てましたね。まあこういう攻防よく今みたいな攻防とかテイクダウンの攻防でよくあるんですけど、試合は一気に傾きますよね。それで、おー、でも返しましたよ、ブリッジで。ブリッジ強いですね。ここで断ち切るか、潰します。再びこれでもまた大きな攻防ですね。だから大塚は下手にパスしようとしないで、ちゃんとアンダーフックして抑えてればいいんですよね。で、勝負です、勝負ですね。ノースサウスチョーク、さあ今度こそか。ちょっと体型的なもんがあるから細いんで決まりづらいですよね。あ、ここで立ち上がってきました。あの重たいクラスの選手とかね、ノースサウス得意なんですけどね、有名なところで言うとジェフ・モンソンなんかすごくうまいですよね。飛び膝もあった鎌谷。残り時間1分、残り時間1分、時間は無常にも過ぎていきます。残りは1分、右のオーバーハンド鎌谷。当然大塚もすごいけど、鎌谷君も最後まで本当偉いですね。試合も投げないし、これはこうお客さんに響いてほしい試合ですね、こういう試合は。さあ、ローキニワです。熊川さん、これ大塚にとってはいいですけど、鎌谷にとってはね、厳しいですよ ね、 すね、どんどん時間がなくなっていきます、はい。まあ、本当にはもう残り時間1分切ってますからね。残り時間30秒、残り時間30秒、これはもうダメ押しですね、まあこれであとはサーフして終わりじゃないですか。大塚は再び、いや三度上になりました。玉屋なんとか立ち上がってくることができるか、いや今度は大塚が首を取って引き込んだ。これ3回ギロチンになる、残り10秒、さあどうだ、腕が流れてるギロチン、残り10秒、残り10秒、ファイナルラウンド、ここで試合終了です。ただいまより判定に入ります。あとで両手10点の拍手を。これ熊久保さん、はい、両者の表情が対照的ですね。そうですね、もう完全にね、鎌谷選手の方はもう負けを悟ったっていう、表情でしたよね、モーションでしたよね。で、ちょっと大塚選手は余裕をアピールしてますよね。スタミナありますね、スタミナが大塚選手は。さあ判定です。ジャッジ芹澤、赤大塚、ジャッジ福田、赤大塚、ジャッジ梅木、赤大塚、以上3対0をもちまして勝者、赤コーナー大塚貴文。判定3対0大塚貴文が文句なしの勝利を挙げています。熊久保さん、はい、まあこれはそうですね、文句なしですね、強いですよね。あの打撃でも、そのここのね、あの次の打撃でも主導権を握らせず、はい、ね、打撃からもうテイクダウンに流れるような動きでしっかりあのグラウンドでも、ね、コントロールしていってっていう、まあ、大塚選手のやっぱ強さが目立ってきたでしたね、はい。青木選手はいかがでしたか、大塚の戦い。いや、大塚もね、頑張ったんだけど、鎌谷君もなんか上積み見せて、すごいこうお互いの成長が見えるいい試合だったなと思います。こういう試合が本当にもっと評価されてほしいし、伝わってほしいなと思います。なるほど、はい、庄司選手はいかがでしたか。あ、やっぱさすが大塚選手、僕結構もっと面白い試合に、あの均衡した試合になると思ってたんですけど、
やっぱりこう大塚選手こうもう若いですけどキャリアもたくさんありますし、はい、やっぱりドリームでも世界の強豪の選手たちとあの堂々と渡り合ってきたやっぱりキャリアがやっぱりこう勝負を分けたのかなという印象ですね。さすがです。見事な勝利をございました。大塚貴文選手2013年初陣、安定した戦いを見せ鎌谷誠をほぼ完封と言っていいでしょう。判定3対0で下しています。